2種類の甘味噌ハーベットの分解、清掃、チワワが、おしっこマーキングしまくりで、汚れてしまったため、分解してみることに、しました。このソファーは、本来分解不可商品です。可動部分は、4箇所あります。2つのパーツからなります。分解していきます。ソファーを裏返し、足、5箇所を、半時計回りに、回して外します。底部のソファーカバーの、ファスナーを開けます。内部に4箇所、六角穴付けボルトがあります。このソファーでは、5mm の、六角レンチを使いました。4箇所の、六角穴付けボルトを外すと、腰掛け部分と、背もたれ部分の、2つのパーツに分かれます。背もたれ部分、ソファーカバーを外します。スポンジを外します。腰掛け部分、ソファーカバーを外します。スポンジを外します。スポンジは3層構造になっていて、2センチメートルくらいのスポンジ、9センチメートルくらいのスポンジ、プラスチックボードが4枚使われていました。スポンジとソファーカバーの清掃、スポンジとソファーカバーを、浴槽に入れ、水を浸かる程度の状態で、足踏みで汚れ落とし、水の入れ替えを、数回繰り返します。ソファーカバーは、一般家庭の洗濯機で、脱水できると思います。そして天日干しします。しかし、後悔したことがあります。9センチメートルのスポンジ、数日経ってもなかなか乾きません。結論として、スポンジは洗濯しない方がいいです。洗濯せずに、表面だけ水拭きし、消臭剤を振りかける程度でいいと思います。乾かしている間に、フレームの錆落としをしました。主に使用したものは、ステンレスたわしと、ダイソーの、スクレーカーです。このスクレーカーは、錆落とし専用の商品では、ありませんが、頑固な錆を、落とすことができました。完璧な錆落としまでは、求めていなかったためある程度で、終わらせました。今回は二度と分解したくない、という思いがあり、フレームにビニールをかぶせました。では、組み立てていきます。背もたれ部分、スポンジを取り付け、ソファーカバーをつけます。腰掛け部分、スポンジを3層構造にし、スポンジを取り付け、ソファーカバーをつけます。背もたれ部分と腰掛け部分を結合します。ここで問題が起こりました。なかなかネジ穴を合わせることができません。そこで編み出した技が、割り箸通し、です。これで1箇所ずつボルトを締めていきます。4箇所、ボルト締め終わったら、足付けの難しい穴に、割り箸を通し、ファスナーを締めます。足をすべて取り付けて完成です。フレームにビニールをかぶせたため、やや音が気になるようになりました。
もう一つのソファーは、一体型だったため、ソファーカバーを外し、スポンジは、水拭きで済ませました。以上、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録も、よろしくお願いします。